テレマガ限定付録、当たりソウル。ガダマン。みんなこんにちは。見てください。僕の後ろには技の竜ソウルが24種類あります。技の竜ソウル24種類全部揃えることができました。とっても嬉しいです。そんな24個の技の竜ソウルをたった一つの竜ソウルで楽しめてしまうという竜ソウルが、なんとテレビマガジン9月号の付録として登場しました。そのテレビマガジンこちらにあります。テレビマガジン9月号の付録。パンパカパーン、24技発動、テレマガ限定付録、当たりソウル。そうです、24種類の技を一つの竜ソウルで楽しめてしまうという、とってもとってもお得な竜ソウル、その名も当たりソウルでございます。すごいよ、24種類の竜ソウルね、全部聞けちゃうんですよね、音声が。なんともすごいもの付録にしましたね、テレマガさん。びっくりびっくり。そしてありがとうございます。そんな当たりソウル、こんな感じの箱に入っております。ねえ、こんな感じの箱に入ってるんですけれども、竜ソウル24種類って何があったっけということで、ちらっと見ていきましょう。僕が無事にゲットすることができた24種類の竜ソウル、一つずつ見ていきます。まずはこちらからいきますよ。強ソウル、速ソウル、ムキムキソウル、伸びソウル、重ソウル、軽ソウル、そして小さソウル、硬ソウル、柔らかソウル、周りソウル、まぶしソウル、磨けソウル、ぷくぷくソウル、ミストソウル、乾きソウル、草ソウル、見えソウル、最後の一列ですよ、答えソウル、聞けソウル、くんくんソウル、眠ソウル、隠れソウル、増えソウル、最後逆ソウルです。はい、こんな感じでした。やっぱりね、竜ソウルってなんだかとっても可愛いよね。ではお待たせいたしました、当たりソウル見ていきましょう。それじゃあ箱オープン。あったあった、パンパカパーン、こんな感じで入ってました。袋から取り出しました。結構ね、ボリュームがすごい感じの見た目になっております。それではソウルモードから見ていきましょう。まずはね、どこからお話しすればいいのかな、いろんな方向から見てみようか。はい、こんな感じです。色はですね、とっても鮮やかなしっかりとした青っていう感じです。で、ここがね、シルバーで、的にね、矢がピュンと当たってる、まさに当たりソウルっていう感じのね、デザインになっております。お目目はシルバーとかゴールドみたいな感じのメタリックなピンクっていう感じかな。はい、で、的はゴールドと白交互になっております。それじゃあソウルモードからナイトモードに決ポン。ナイトモード見ていきましょう。まずはいろんな方向から見ていこう。ではではナイトモードを見ていきましょう。見てください、普段はね、ここ剣を持っているところなんですが、当たりました、パンパカパン、おめでとうみたいな感じで、くす玉のね、デザインになっております。で、ここはね、竜ソウジャーのマークな感じになってるね。で、縦の部分なんですが、こちらはですね、はい、こちらもくす玉になってますね。で、星がね、キラ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 ついております。白と赤のね、この紅白のね、感じがとってもめでたいめでたいっていう感じのデザインになっております。で、これ獅子竜王のね、顔になるときはこんな感じになるので、実際に騎士竜王の顔の部分につけてみるとこんな感じです。うん、なんか派手だね。はいはい、ということで、当たりソウル詳しく見てみたところで、竜装剣にセットして音声を聞いていきたいと思います。まずはね、一回やってみます。
はい、ということで最初はなんとこちらノビソウルの音声でした。重装とそれから必殺技ね、どっちもノビソウルになりました。ただ竜装剣の鳥が長押しすると、はい、そう、竜装ノビソウルではなくて当たりソウルっていう感じでしたね。ではどん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 ね、何回かやっていきたいと思います。2回目はハヤソウルでした。じゃんじゃんやっていきましょう。次からはね、何ソウルが出るかっていうのだけちょっとやっていきたいと思います。3回目はクンクンソウル。はい、隠れソウルでした。じゃあもう一回ぐらいやってみようかな。当たりソウル。隠れソウル。なんとも、もう一回隠れソウル出ちゃいました。もう一回、もう一回。今度こそ最後。当たりソウル。強ソウル。はい、ということでですね、ランダムでいろんな竜ソウルの音声が楽しめる感じなんですけれど、もう2回連続して同じ竜ソウルの音声がね出てくるっていうこともあるんだなっていうのが分かりました。これね、全部の音聞くってなったらかなりやんなきゃいけないかもしれないので、一応この辺にしておきます。そうだそうだ、そのうちさ、24種類の技の竜ソウルの音声まとめた動画、分かりやすいようにね、一気にねバーッと見れるように、そんな動画アップしようかなと思っております。はい、とりあえず竜ソウ剣にセットした感じはこんな感じでした。それではそれでは最後に竜ソウチェンジャーにセットしたらどうなるのかやってみます。はい、ということで、竜ソウルっていうのと、いけそうでした。で、竜ソウチェンジャーにセットして、当たりソウルを見ると、こんな感じの見た目になっております。このね、チェンジャーの頭のところからね、くす玉がパッカンっていうのが見えてるのがなんか面白いね。で、窓からはね、この縦のここがね、見えております。はい、こんな感じでした。ということで本日はテレビマガジン9月号の付録、テレマガ限定付録の当たりソウルを紹介しました。テレビマガジンの中にはそれぞれのね、竜ソウルを使って竜装して戦った時の画像っていう感じのねページもありましたので、ぜひ買ってね試してみてください。竜装剣にセットして自分が出したい竜ソウルとか、それか24種類全部出ないと帰れませんみたいなね、いいかも、それ楽しそう。っていうか僕がそれやればいいんじゃない。ではでは、テレビマガジンね、テレビマガジンもそうだけど、テレビくんもみんなね、結構仮面ライダー01がねドーンと押し出されてきておりますので、ちょっと竜ソウジャーがね表紙なのはちょっと減ってくるのかなって思うんですけれども、頑張って頑張って竜ソウジャーも応援していきますよ。01さんも好きだけどね、竜ソウジャー好きなのも変わりません。これからもいろんなのね発売されるの決まってるし、楽しみですね。そんじゃ今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。この動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。この竜ソウルなんだか縁起良さそうなので、くじ引きする時とかに持ち歩いてもなんかいいことあるかもよって僕が勝手に思ってます。じゃあまたね、バイバイ、いやゲッバー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。